本日はスパイランブルをやっていきます。一緒にやるのはトーマスコーチャー兼河野長月ひまちん朝日くんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。やっていきます。エージェント諸君、オペレーション C が発令された。エリア一丸より機密情報の入ったコインを送金せよ。健闘を祈る。あれ、とりあえず、お、暗い、夜だ。まあ、ドシエチペナルティが 100% なので、今回は聞こえてますよ。聞こえてますよ。間違った、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 ちょっと待って。コノの声が、え、コノの声がいろんなところから聞こえる。よし、え、待って進むべき道を間違えた犯人役みたいなこと言いながら散ってた。いるんだけど、どういうことやらかした。まあ2キルできたし、最低限はいいな。初動で荒らすのいいな。紅茶暇人はもうほぼ白で見てほしい。いや、なんか長月か朝日くんじゃない。長月殺す。え、開けさいよ、殺してみない、殺してみない。え、待って、僕殺されるのこれ。まあ、狙われてない奴らが多分バトルすれば、うん、勝てるんで。じゃあ俺どうしよう。あ、朝日くん、朝日くんと長月くん戦ってよ。あ、朝日くんと長月戦ってよ。戦えよ、戦えよ。え、俺何も持ってない、何も持ってない。ファイト、生き残った方が勝者。何も持ってないもん俺。なんで何も持ってないの。何も持ってないとかあるか。何してたの。なくない。ぬるっ。おお。なんでつぬるっすぎる。なんで。地味すぎる。地味だな。最後。武器持ってないとかある。武器持ってないとか意味わかんないっすよ。スパイ側が武器持ってないなんてあるんだ。いや、ごめんなさい、なんかちょっと謝っちゃったもんだけど。謝んないでおく、私。あの、俺ナイフしか持ってなくて。いや、ナイフ見せたら終わりかなって。確かに。コロのおかげで全部バレてるから大丈夫だよ。そう、バレてるから、え、なんだよ、それ。一番危ない。え、しょうもな。はい、ごめん。それはごめん。違って、普通にスキル打ち間違えました。最初から透明になっちゃって。一人残らず始末せよ。さあ、狭いマップでございます。来た。狭いマップなので、もうたったたった処理しちゃえばいいんですよ。こんなものはどうせうちで削れてくんだから。いや、なんだかんだやったわけないんだよな、あんまり。押し出っさ、押し出っさ。おしゃれでしょこれ。おしゃれ、おしゃれ帽子だよこれ。この帽子に短パンは。あー、おつ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 。え、お前は違くない。お前は違うよ。うふふ。バン。うわ、やばい。おい、タスク。タスク。アンケさん、真面目にやろうよ。そういった陰キャ天才に憧れたようなプレイング、あんまり高評価に受け取れないな。もう。出れない。出れない。陰キャさんに憧れる人多くなった。出れない。アケさん悔しくてペニガキみたいなことしちゃったか。ふるそしてこのなんか光ってるやつに近づけない。これ どうなってんだこれ。ここね、あ、入った。あ、紅茶紅茶紅茶黒、紅茶黒紅茶黒。これ近接ない近接ない。いや、近接なんて誰もいけよ。近接なんだよ。遠距離ない、遠距離ない。おじゃ、あっ、なんかさ、これ新しい機能入ってない？給油回数が7回を超えるとどうこうみたいな。え、何それ。ほんとだ。7回を超えると、自身以外の殲滅が目標になるんだ。はえーはえー、もろ、じゃあ全部給油ちゃった。銃買わないで給油ちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、やりたがってるやん。やりたがってるやん。ちょっと待って。ちょっと待って、やりたがってるんだけど、まだ銃も何も持ってないのに。おもろいな。へえ。そ
いな、ちょっと何人もなれるもんなのかな。どうなんだろう。ちょっと待って、このマップ分かんないよ。長月ベノム紅茶死んでる。あ、待った待った待った。3人死んでるの。長月ベノム紅茶が死んだった。俺死んでないけど。あれ、なんか紅茶死んでるように見えたけど、あれあれ長月とヒマジェとベノム。あ、ベノムか。ごめんごめん。そこで一落ちてそうだけどな。うん、なんか同士打ちまで持ってってくれてると信じてるけど。うん、貯水タンクのあたりなのかな、多分そこら辺で死んでる。マップがわかんない。マップを見よう。あー、はいはいはい。え、なんかそこら辺に紅茶いなかったっけなっていう。直前に紅茶とすれ違って、そう、直前に紅茶とすれ違ってすぐ停電が起きて、ヒマジンさんとかトモス君とかもいた気がするけど、わかんない。停電だって10なったあたり近くには誰もいなかった。朝日が近かったかな、ワンちゃんくらいで、その後何も持ってないから、うん、とりあえずショップの方向かったんだけど、で、そこでコノちゃん見て、コノちゃんではなさそうってことしか起こせない。まあ、誰も釣らなくていいんじゃないかな。まあまあ、いいんじゃないかな。まあ、まあ、わかんないしな。そこ死んだところ見てないしな。通りかかったのも最後の最後らへんだしな。いや、紅茶めっちゃ黒いけど、まあいいんじゃないかな。紅茶めっちゃ来る。お米線も紅茶めっちゃ来るけど、もこの場所分かってたはずだから、紅茶殺した頃なのか不思議だから、逆に白いけど。ああね、うん、よくわかんない。なんか会議入れないのよくわかんないからな。確かに。あ、紅茶めっちゃ暗いけどいいんじゃないかな。紅茶何も見てないの。紅茶か。いや俺か。いや、めちゃくちゃ言うやん。打ち合ってるところは見てないねんけど、死んでるところは見たっていう感じ。いや違う、私は新しいステージに進もうとしてる。止めないでくれマジで。やりたがってるなぁ。止めないでくれ。やりたがってるなぁ。どっちが早いか勝負しようか、じゃあ。全然まだまだ。まあ、まあ。こんなお手軽に進むゲームだったっけ、これ。いいんじゃない、スキップで。話すこともないし。オッケー、オッケー。スキップ、スキップ。みんなスキップ、スキップ。なんだ、この何の意味も、意味もない会議。じゃない。まだその時じゃない。何その時じゃないって。どけてめえ、いったどけてめえ、どけてめえ。かわいそう。ありがとう。うん、うん、あうるさ。まだその時じゃない、止めないで。はぁ、何してんの。どういうこと、どういうこと。あいつ人狼、あいつ人狼、もしかして。あいつなんなん、あいつ何、こいつ何。いや、わからん、わからん、わからん。止めないで、止めないで。人狼、人狼なの今。コイン集めて。人狼じゃない。ロケラン買おうとしてる、ロケラン買おうとしてる今。いや、買おうとしない、帰れない。あれちょっと私は今ショップを探してるんだ。ショップ向こうあるよ。こうちゃんまだその時、この初期リサとこあるよ、ここ。あ、ほんとだ。はっ、えっ、うわあ、楽しいぞ。さすがにコノちゃんのおじさん。よし、あ、いいね。アフィさん、何死んでくれ。泣くよ。え、なんで、何君ら第三陣営って何。ありがとうございます。やりやがった。何、ショップ見てないの、みんな。ショップに書いてあるじゃん。いいね。何それ。え、第三陣営って何。このね、左下にね、なんかしれっと乗ってたんだけど。そう、俺も見て、それやろうと思ったら、もう紅茶に空気読まれないで死んだ。え、何それ。初めて知ったんだけど、何それ。初めて知ったんだけど、なんか全然知ったアビリティとかもらえた。もらえなかった。いや、あのスパイショップにアクセスできる。ああ、なるほど。せっかく3キルしたのに、え、マジか。俺ロケラン構えて、あー、いつ出すかな。まあまあ、待ってやるか思ったのにさ。次はシークレットラボで行きましょうかね。一人残らず始末せ。うん、なんすかそれ、なんすかそれ。え、ちょっ、俺は第三陣営になる男。第三陣営ってこう望んでなるの。そう、俺は第三陣営になる。アイアム第三陣営。もうおもんないって。あ、もう俺、おもんない。このゲームの何がおもろい。放置するわ。
頭壊れるわ。このゲーム何おもろいねマジで。人狼多分ガンガン殺さなきゃやばいと思うんだけど、どう動くんだろう。うわぁ、おい、ベラボさん人狼よし。うわぁ、あ、ベラボさん人狼ね。この奥で紅茶が殺されてた。これベラボさん人狼ね。奥で紅茶がやられてたのを見逃さなかった。なるほど。アーケンさんが狙ってる。で、いやもうアーケンさんのこの人狼さえ怪しい怪しい怪しい。残ってるのクソ怪しいだ。うわあ。ああ。まあいいか。なんだあいつ。なんだあいつ。2階が多い。トーマスくん、トーマスくん、あっちでさ、はい、うん、ほなちゃんが死んでた上で、あーごめん、あっちあっち。はいはい、やっぱり。なんだあいつ。トーマスくん、なに。痛い痛い痛い。遅かった。長月長月。はい。あのあっちでさ、コノちゃん死んでたからさ、一緒に通報ならしいか。あ、はい。本当に死んでる。どうぞ。え、鳴らさないですか。あの、鳴らさないですか。あの鳴らさないですか。ちょっと。ちょっとあのですね。帰るなら買ってみようか。入っちゃった。アビリティはないんだね。キャッキャを夫婦してた今これ。ああ面白かった。あれ、皆さん死んでらっしゃいますけど終わりですか。これもしかして一旦スキップしない。スキップしよっか。え、どういうこと。一旦スキップでいいんじゃない。スキップでいいの、うん、どういうことだ。ちょっと待って、全然わかんない。え、これもしかしてそこ二郎じゃない。いや、僕違うよ。僕違うよ。何笑ってんの。え、これ何、アーケンさん黒なのじゃん。いや、違う。あ、そうだよ。いや、違う違う。え、じゃあ誰かがあいつまで持ってったの。あ、面白かった。あ、でもなんかさっきベノブさんが黒で、うん、紅茶をやっててっていうのをコノが話してたから。あー、じゃあさんか二郎はないんだ。うん、多分。いや、多分みんな目線そうだけど、どっちから。いや、わかんない。僕もどっちかわかんない。なんか長月に揺さぶりかけてたけど、なんか長月がなかなか本性を表さないから、どっちかわかんなくなっちゃった。何笑いながら言ってんの。お前やろ、クロア。違うよ。お前だ、犯人は。違うよ。一旦スキップしより爆速で乗ってきたしな。僕目線本当にニロだったら、もうすでにスキップなんて入れないと思うから、トーマスク信じて。スキップに票入ってるし、普通にあれで自分以外殺せばいいんだよな。確かに。そうだな。そうだよ。そういうゲームだよ。頑張るか。スキップして。いや、戦います。アーケンさんと戦います、僕は。勝ってきます。近い。そうだ。目の前に開くんだ。あ。どうなるのこれ。いや、これ第三陣営が逃げたらどうなるの。え、どういうこと。確かに、長月不明なのか分からないんだけど。これかわいそう。何も知らない長月。トーマス、勝った。あ、気づけだけど。いや、本当トーマス殺すしかないだろ。え、第三者になったとか。いや、ねえ、なんでトーマス殺しに来ないんだって思っちゃった。いや、アーケンで終わんなかったそれはトーマスだわな。まあそうだよね。そらそうだな。なんでアーケンさんが匂わすようなことしたの。いや、殺そうと思ってたの。殺そうと思ったんだけど。アーケンは黒だよ。アーケンは黒なの。アーケンは黒だよ。そう、第三チームだった。お前もう仲間いない。ベノブさんが運動は何だったの。いや、俺も黒だよ。あ、そこが第三チームか。
俺も黒だよ。だからベノムも普通に黒でしょ。うん。第三次元結構早くなれるんかな。いやそんな早くはなかった。もう結構時間。そう俺第三次元になってからボタン押したから。なんか新しい要素が追加されてますね。いやおもろいな。一人残らず始末せよ。見つけたわメタ。給油回数調べて7回以上のやつ。第三次元の疑いありで殺していいだろ。え、6回とかのやつ殺したいんだけどな。第三次元になりたがってるな貴様。あのさ、給油しまくってるやつベノムさん俺ら一発ずつ撃って体力半分にしとかね。ここ来たやつさ、撃たね。ここで給油してあの給油のゲージ今ゼロだからそれ見て給油しまくってるやついたらパーンって撃とうぜ。隠れよ。給油まだそんなにされてないか。あれスキャン変えなくなってる。あれスキャン変えないのか。あれあ、スキャン変えないのか。確認です。給油したな、給油したな、あいつ給油警察だ、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 あなたの体力を今半分削らしてもらう。バカやばえ、どういうこと、今何が起きたの。いや、俺と言わせて給油したやつを殺そうって私給油してなかったけどな、普通に。あ、別の人がどっかでやったんだ。あ、そういうこと。あで、相打ちで死んだのか。給油まだ。どうすれば第三陣営になれますか。うぇい、あっぶの、やばすぎだろ、この石。えっぐっ。ケースがぶっぱらかす。なに。違う、地雷がここにあって、めっちゃびっくりした。あ、うん、あ、そうとか、びっくりした。紅茶、紅茶さんやん。紅茶か、殺して。確定やん、紅茶さんやん、紅茶。紅茶は全員が。何が、どこから来た、紅茶。紅茶どこから来た。今、うん、俺こっちから来たけど。地雷あると、ああやってぶっぱさなきゃいけないのか。持ってても目はいいもんだね。え、意味わからないけど、どういうこと。え、地雷があそこにあって、お前やみたいな。フリスト。パラパッパパ。誰か死んでる。死んでる。死んではいる。あ、死んでない。いやなんかさっきさ、え、アーティさん見たやん、さっき今俺。俺ら見たやん、今、死体。え、このちゃんと誰か死んでるとかじゃなくて。ベロさんは死んでるのは知ってる。ああ、そう。いや、じゃなくて、なんかその直前に、階段降りる直前ぐらいになんか、重傷したから誰か死んでるかなって思っただけ。ないからいいや。これ人道にお金渡るの知ってる？知ってるよ。素人？あん？お金貯めてる、僕今。給油警察、動きます。あ、疲れなぁ。マジでさ、たった7回給油したぐらいで、市民としての魂を売る、お前らの心の弱さ、軸のなさに俺は今、絶望してる。7回給油したってそのまま脱出すればいいじゃない。単独で勝利を求めるその意地汚さ、俺は信じられない。これは罠じゃない。ピッポパッ。いった。ビビ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 ビ。誰ですか今の銃声。なんだてめえ。あれ？誰か。問題ってやつです。何してんのこいつ。何？紅茶さん弱すぎでしょ。おいちょっと待って、いや待って、今のはひどかったね。ただ今まだ跳ねない。ちょっと待って、ちょっと待って、全然効かなかった。ナイス。アビリティはアビリティ押したのに反応しなかったんだけど。これです。第三次元変えたけど買わなかったんだ。6回以上給油して。いやー平和エンドすごい。いやー死体を掃除人になったりな。一人残らず始末せよ。元に戻った。祈り。祈り。
長月にだけ当てる。ねえ、ちょっとこれ面長い、長めのタスクなんだから俺。一人だけ当てるっていう。これ高等テクニック。ごめんね、長月。いいよ。叩き作りたくて。叩き作り。ブリの叩きです。限界ない。は、ミスカツ。おい、来いよ。おい、おい、おい。弱すぎ、死ねタス。俺に勝てるわけねえだろ。いっぱい給油したらそれはそれで苦しいよ、難しいよ。カードめくり政治をします。優秀。あーやショーパンいいな。生足魅惑11だ。あの子も11か。よし、キモいな。なんて、いや何も。なんだよ。あいつ。おい。おい。最悪。あいつとうとうライン超えたわ。かっこ加害者。そんな気がしたんよ。おい、二人狼かよ、ここ最悪。おい、死体掃除してんちゃうぞ。来たね。このな、この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 二人か。あれ、ガチの人生じゃね。おお、ためらいがない。いった、いえー、くっそ。よし、ナイスナイス。怪しいな。めっちゃめっちゃ掃除したわ。めっちゃ掃除してた。ずっと掃除してる。マジで。だからそっか、会議入んなかったのか。あ、会議入れればよかった。ゴミ掃除人がおったな。下に隠すの一人が徹してるのめちゃくちゃいいんじゃないか。やってることはほんまにあの無人しないんやけど、死体消すっていう。本当にそう、本当にそう。役割分担だから。いや、うまかった。すごい。いや、でも全然2人ぐらいしか消してないから。いや、でも十分だわ。そう、同士打ちペナルティ 50% にしとこう。一人残らず始末せよ。なんだ、これ。あ、なんだ、ここ。あそこか。新しいマップ。新しくはない。ないね。ないね。ない。ない。はい。ボケなのかなと思ってすごい迷った。今ボケだね、ボケだよ。いや、ありがとう、拾ってくれて。くそがよ、絶対殺してる。わー、もう4、3、あ、じゃあ邪魔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 。お前がやるからどけねえんだよ、バカが。死ねえ。お疲れ。いた。おい、せっかく最悪最高。疲れだ。いた。おい、最悪。せっかく、もうさ、最高効率のさ、やれそうだったのにさ。あ、いけた。ラッキー。二度味わえた、この興奮。感謝だ。味わえたこの興奮、感謝だ。何言ってんのこいつ。やっと終わった。助かわいく。はぁ、本当だ。
姿消しちゃった俺が姿消えたように見えてる最終的にあれあれあ死んでる俺幽霊歩き切ったタイミングで死んだみたいになってる今あそうなんだベノムさん人狼ねベノムさん人狼オッケーオッケーオッケー覚えとけマップ無理あでも死んでるねあ俺死んでるやん死んでるじゃん透明になった瞬間多分一発当たって死んだわそんなことあるんだナイフ振ってた音聞こえたから走ってったらそっからベノムさんとトーマス君とか戦って、うん、俺はベノムさんに来ましたアーキンさんはそれを背中にこっちに走ってきたからちょっと臭い、うん、いやごめん迷ってて全然周り見てなかったいや音は聞こえますよねわかんないかもガチでありそうなんだよなでもそれで通報入れた長月も多分白やしまあそうだったら俺かアーキンさんじゃないそこでファイトしてもらうしかまあ俺が勝つから全あの紅茶さんとアーキンさん戦ってくれよまあアーキンさん多分人狼じゃないかなうーん、違うけどねお前、FPS やってて音聞こえないは無理だろいや、聞こえないよ嘘だろ、さすがに聞こえるやろそんなはずないバロやってる人がねだってさ、俺壁越しにベノムさんのナイフ振ってる音聞こえてるね後ろでスキルとか、なんか氷のスキルとかなんか測れまくってたねいや、でもマジで言うと、うん、ちょっと本当スキルって打てないんですよね、僕バグってこうしますえ、大丈夫今から投票申請しよっかあ、あれ、オッケーオッケーでいいや、投票でいいや投票1枚ある、コイン1枚だけどもう1人、ありがとうございますおー、助けてもこの剣もほんとバグってるけどフームさん助けるために Q ボタンの暗闇連打してたんだけどもう何もできないのキーバインとか変えてんじゃんまあ負けだからさ、結局君の負けだから無理無理よお前がベノムさんを殺したんだいやもう無理ザコダウン終わるよねあーあーよしよしよしあーもう完璧なスキルだわ真実はいつも一つラスト一戦ありますかでは、はい、ラスト一戦どこのマップがいいですか雪マップあ雪マップ行くこのドームやるべー一人残らず始末せよあっと1個なのにお前お前らちゃうね絶対どかない絶対どかない、ね、絶対どかないから絶対どかない絶対どかないもう今どかない絶対どかない、ね、待つ絶対動かないから絶対動かないねこれ絶対やっちゃいけないだろ長く限り絶対動かないここからちなみに言うとバカラやってること普通に一番動かないのベノムさんだからねでもこれでこの中に人狼いたら妨害できるからいなかったいやでもこれロケラ持ってこれたときが一番やばいじゃん一番トーマスくんやばいよ確か今のやばいな不穏な空気があったら今ちょっとここは後でうっちに来ようかなみたいな今ちょっとやばいなっていう雰囲気この寄ってで熱いあれ他の人に見られたらやばいうおほらほらほら村として誰かを殺しますいいかななんかすごいこと言ってない黒っぽい人いないかなちょっと待って間違えたもう最悪最悪すぎるもうなんかパッと光って咲いたみたいな音したけど今パッと光って咲いたなんか今さ、なんかさ、なんか蒸発したみたいな音聞こえたけど何だったんだ今のいや、なんか純粋聞こえた、聞いて聞いて、はいはいはい、さっきさ、うん、人狼しか使えないって言ってたじゃん、うん、え見てみたらさ、うん、マウスのサイドボタンに振り分けたただのトロールしてたずっとで今気づいてバゲじゃねえのかよただだったらと思ってちなみに俺も7回給油して第3陣になる権利獲得してるけど俺はそれでも村のために動く俺は心を売らない俺は闇に落ちない純白の市民かっこいい演説してるの周りに誰もらう俺また給油俺10回目の給油やるよちなみにもうあ、いいんだけどちょっとそうだな、気づかぎやった生きてる？な誰が死んでない？いつの死体これ？わからん。はあ、第三次元生まれたんじゃね？もういやもう生まれてる生まれてる。俺なろうと思ってんけど。あもう変えなかったか。なれんか変われんかったから。うわ。ああ第三次元おるんかこれ。もう。
え、もう買ってるやつ。おい、ちなみに俺もう7回給油して、俺一番初めにできそうだったけど、やってないっす。え、それ10回、え、もう、え、ちゃう、もう10回給油してるから、10回給油したって、7回給油して今、主人コイン3だから。長月はなってないと思うんで。すごい、第三次元を疑うんだったら、ヒワディさんめちゃくちゃ疑いコインだけど、今の供述めちゃくちゃ。コノさん、なんか人に黒塗りいっぱいしたがるね。いや別に、だってトーマス君の考察要素が特になさそうな感じだから。純粋したところからは、一発だったよね、紅茶とコノちゃんは、紅茶は目の前から来たから、多分地雷だと思うんだけど、違う？自分が置いたんか、その地雷を、コノさん。一発でしょ、打ち合いの音じゃなかったんだよ。打ち合いの音じゃなかった。パーンって感じだった。いや、私人狼だったら絶対階段に置くから。絶対やったなと思った、普通に。あ、俺も絶対置くわ。でしょ、階段あそこ四角だから、うん、まあガソリン入れるか、ここまで入れたなら。コノさん人狼っしょ。人狼じゃないやっぱり。誰が勝ったの、ね、俺もう。やばいやばい。あー、弁護士さん邪魔だよ、邪魔だよ。おい、あーもう東人大三次元呼びで、俺はコノさん人狼だったね、やっぱり。いやもう完全に被ったな。なんでこれベノムさんは死んだ。え、俺コノに切られコノがもう逃げていくかなと思ったから、そのまま朝日殺そうかなと思ったら、そのまま切られた。いやー、ごめん。いや、意思疎通があまりにも取れていなかった。トマス君どう死んだの。お、地雷やんと、その場でハンマー振っちゃってで死んだ。気づきやった。すごいな、それは。それはやばい。ということでね、なんか新しい要素がめっちゃ加わってて良かったですね。ということで、ジジでーす。ジジー、ほっと光って咲いた花火を見てた、きっとまた終わらない夏が、曖昧な言葉を溶かして繋いだ。